どうも、ふなしゲームズふなしです。今回はロングフリーキック講座ということで話していきたいと思います。こちらのですね、画像の出ている画面のように37メートル、30メートルから40メートル付近でフリーキックをもらった際に皆さんどのような選択肢を選んでいるでしょうか。おそらく選んでいるですね、選択肢として多いものとしてショートパスでつないでゴールを狙うということがメインになっていると思います。ですがロングフリーキック非常に一発狙えるですね、方法がありますので、それを紹介していきたいと思います。まずはこちらのフリーキックをご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。このようにですね、フリーキック、ロングフリーキックですね、相手の最終ライン、センターバックの最終ラインとゴールキーパーの間にパスを出す、そしてそこに選手を走り込ませることで、こう一発ね、狙うフリーキックを打つことができます。これどのようにやるかと言いますと、まずエイムの位置に関しては、最終ラインとゴールキーパーの間のこちらの大きく空いてるですね、スペースにエイムを合わせます。そしてパワーゲージに関しては2本から3本の間がいいと思います。なぜ2本から3本かと言いますと、ヘディングで合わせるのではなくて、ボレーシュートのように足で合わせるのが確率が高いというふうに思っています。ですので、まあ1本とかね、0.5 本とかにしてしまうと軌道の高いフリーキックになってしまうので、足で合わせるために2本から3本にしています。そして L1 ですね、シュートフリーキックを打つ人のパワーゲージを貯める前に L1 を押すと選手を動かすことができます。フリーキックを打つ選手ではない選手を動かすことができます。で、L1 を何回か押すことで、そのね、動かす選手を切り替えすることができますので、やってみてください。で、ここで動かす選手のおすすめとしては、足の速い選手で決定力のある選手がいいと思います。小回りの効く選手ですね。小回りの効く選手ですと、相手のマークを外しやすいので、小回りの効く選手を選んでみてください。ルカクであったりマンジュキッチのような、まあ、でかいね選手ではなくて小回りの利く選手がおすすめです。そしてパワーゲージが溜めた後に一気に R2 ですね、ダッシュボタンを押してカーソルを合わせてる選手を一気に走り込ませます。まあ、この時にねエイムを合わせたところは絶対に覚えておくようにしてください。エイムを合わせたところに一気に走らせる。そしてシュートを打つことで一発狙うですね、ロングフリーキックを狙うことができます。で、確率としてはどんぐらいかな、10本中3本ぐらいは得点を決めることができる。で、10本中5本ぐらいはかなりですね惜しいシュートっていうのは打てると思いますので、比較的確率の高い、ゴールできる確率の高いフリーキックだと思いますので、ぜひやってみてください。ではもう一本ですね、ちょっと例を見せていきたいと思います。こちらも同じですね、エイムの位置に関しては最終ラインとゴールキーパーの間、そしてパワーゲージは2本から3本で、エイムを合わせたところに一気に走り込ませていく。で、今回ちょっとマークこれねついてしまってはいるんですが、得点することができた。で、マークがついていない
マークを外しきることができればかなり確率高いと思います。ですのでエイムから少し遠いところから一気に走らせるのが有効だと思います。はい、ということで今回は、ロングフリーキックの講座の動画でした。ロングフリーキックね、ショートパスだけね、今までやっていた方は、まあこのような一発狙う、まあ、スペースにパスを出して走り込ませてボレーでゴールを狙うという方法もありますので、ぜひやってみてください。で、守備の時ですね、フリーキックを与えてしまって守備をする場合ですと、ショートパスのケアにね行く方多いと思います。ですがショートパスをカットする確率、カットできるですねことっていうのはあまり多くないと思います。ですのでショートパスのカットに行くというよりかは、今みたいにしっかり相手がね動かそうとしている選手のカーソルをしっかり見てマークをつくというのが守備の面でも重要になってくると思います。で、この動画を出したことによって、まあ、少なからずこのようなフリーキック狙う人っていうのは増えると思いますので、しっかり守備の時もケアするようにしてください。では今回短い動画ですが、ロングフリーキックの講座でした。ぜひ皆さんやってみてください。もしよければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では今回の動画はこの辺で。またね。